2021明治安田生命 J1 リーグ第37節セレッソ大阪対名古屋グランパスの一戦です。今シーズンセレッソのホーム最終戦となる淀港桜スタジアムは晴れ、気温15度、湿度 37% です。まずはホームセレッソのスタートと予想フォーメーションです。ゴールキーパーキム・ジンヒョン、最終ライン松田陸、西尾、瀬古、丸橋、中盤の底奥野と藤田、右に坂本、左に清武、ツートップ山田博人と大久保嘉人、スタートからの登場ということになりました。一方名古屋のスタートと予想フォーメーションです。ゴールキーパーランゲラック、最終ライン宮原、中谷、キム・ミンテ、吉田豊、中盤の底稲垣と木本、2列目右前田直人、前田直樹、左に相馬勇気、トップ下に柿谷、ワントップ守備利息、サブはご覧のメンバーが入っています。黙祷。大久保嘉人、ホーム最終戦を迎えています。清武この位置でボールを持って、ただ守備ラインはしっかりできている名古屋、ただ抜けてきた大久保、大久保シュート。セレッソサポーターの思いを受けましたが、枠を捉えることはできませんでした。ただ松田陸に対しては木本と稲垣が見ています。松田前を向いている、大久保に出した、ダイレクト。瀬古が弾き返します。松田陸、奥のワンタッチ、前を向いてシュート、ランゲラックスーパーセーブを見せました。山田のシュートを止めています。山田がね、非常にいい抜け出し方といいますか、受け方したんですね、はい、ここラインギリギリのところで、コントロールまでもパーフェクトですよね、はい、フィニッシュがね、ゴールキーパーほっと足で防ぎましたね。山田ボールを運びます。去年仙台ではウイングとしてもプレーしました。山田から大久保、大久保シュート、ランゲラック。今日はこのストライカーとゴールキーパーの素晴らしい勝負が続きます。そうですね、ここの受け方もね、素晴らしいですよね。いやいや、バックステップを入れながらセンターバックとサイドバックのギャップに前向きな状態を作り出しましたよね。一つ再攻してからワイドに出してサイドを変えます。山崎ヘッドで落としてセカンドボール、シュートまでいけるかどうか、バイシクルだ。なんとなんと柿谷陽一郎、大久保嘉人に送る、そんな先制ゴールになりました。ガッツポーズ姉さんもガッツポーズが飛び出しています。いや、今のゴールですね。いや、素晴らしいコントロールでしたよね。ここ、はい、自分で上げてバイシクルですから、もう完全に狙ってましたよね、トラップする瞬間に。完璧なコントロールですね。選手の意表を突くシュートですから、キーパーも反応は難しいですよね。そうですね。今度は丸橋も行きます。3人で揺さぶりをかけて、藤田の右足だ、ポスト、こぼれ球、素晴らしいボールでした。ただポスト、ゴール前のゾーンで守ってますから、はい、中央を締めてるのでペナ外もしくはファーサイド、こういったところ空いてますよね。ファーサイドにセコイさせてますが、藤田の左足だ、ねじ込みました。レジェンドに捧げる藤田の同点ゴール。桜の吉と最終章に向けて藤田同点ゴールをねじ込みました。これはまた強烈な一撃ですね。そうですね。ただいまの得点はセレッソ大阪背番号5、さすがにランゲリックも止められないですよね。あー、
そしてここで大久保嘉人ホームの最終戦交代が告げられました。桜のユニフォームを着て桜の嘉人で終わる大久保嘉人ホーム最終戦を迎えています。いや素晴らしい働きでしたよね。そうですね。さあ今度はどう走り込んでくるかセレッソ。ここまでインスイングを使ってきたセレッソですがアウトスイングに変えています。西尾だ。セレッソ逆転。アカデミー出身の若きセンターバックが桜の嘉人に捧げる一発。アウトスイングのボールが当たりましたよね、はい、素晴らしいヘディングですね。うまく間に入りましたね。いや高いですねジャンプが。そうですね、素晴らしいです。キムミンテ競り勝ってセカンドボールマテウス狙います。このゲームの前の3位神戸と4位名古屋の勝ち点差は5。ここでホイッスルです。大久保嘉人ホーム最終戦のホイッスル。そしてそのホイッスルとともに笑顔、若きセンターバックが大久保嘉人に勝ち点3をプレゼントしました。セレッソ2対1見事な逆転勝利を収めました。大久保嘉人の現役最後のホームゲームはセレッソ大阪逆転勝利ということになっています。これからまだ何をするか決めてないですけど、また皆さんとどこかで会える日を楽しみにしています。そしてこのセレッソ大阪の来年、今年以上に本当に素晴らしい戦いをしてくれると思いますので、僕もセレッソ大阪を、一生懸命、みんなと一緒に応援したいと思います。本当に20年間ありがとうございました。20回の胴上げということになりました。